南海トラフ地震が発生すると地域によっては地盤沈下による浸水が起きるため避難所に逃げることができず自宅で在宅避難をする可能性があります。そのような状況の中で命を守る鍵となるのが水や食料品などの備蓄です。備蓄と聞くと乾パンなどの非常食を想像しがちですが、賞味期限をチェックしながら入れ替えることは現実的には難しいかもしれません。そこで大切になるのが日常備蓄という考え方です。日常備蓄とは日頃から食料品などを少し多めに買い揃え消費しながら早めに補給していく備蓄方法。特に缶詰やレトルト食品など比較的賞味期限の長いものも日頃から購入・消費する習慣をつけていれば長期にわたる避難生活を支えることができるかもしれません。またご家族の年齢や嗜好も考慮しながら日常的に消費・補給できるものを少し多めに買っておくことも大切です。着の身着のままで避難所に避難した場合でも自宅さえ倒壊などを逃れていれば日常備蓄による食料品が家族や地域の人々の命を守ることになるかもしれません。